さんさどこを切り取るかですね。どこ。まあ結局切り取り方次第じゃないですか。切り取り方次第 <laughs>、まあ切り取り方次第、受け取り方次第、考え方次第とっていうことで、まあ現象は変わらないんだけど、どう考えるかですよね。もうだって、アベノマスクその10億円かかるっていうのは、まあ多分変わんないじゃないですか、しょうがないじゃないですか。でもそれをどう考えるのか、どう捉えるのか、どう切り取るかですよね。うんだからその、 一番最初を切り取るんだったら、まあそのあ、マスクが1万円とかになってる時にね、まあ、あの高齢の方とかね、なんかニュースキャスターが言ってたんですけど、アベノマスクを配る理由としては、高齢の方にとり,あえずとりあえず安心を与えるっていうところも含まれてるみたいなことを言っ,てたなんか言ってたんですけど、あ確かにな、まあ、不安だからなっていうね。うだそのマスクが目的じゃなくて、安心っていうかね、安心を届けるみたいな。 マスクがない感染するみたいな,なんかねまあそういう風潮じゃないですかまあ今もなんかそんな感じですけどねマスクしてないとはみごえされるとかねこれは面白いですけど久保さん何か、ね、ニュースやってたんですけどマスクの色が白じゃなかったらいじめに合うっていうね <laughs> <laughs> 何なんだろうって思いますけどね <laughs> なんか色付きだとダメだみたいな,なんか小学校でいじめになっんかマスクの色がどうのこうのってなかったらしいですけどねまあ なんなんでしょうね難しいですねいってらっしゃい